室蘭本線跡地緑地は北海道岩見沢市にある緑地。JR 室蘭本線は1892年に開業した非常に古い歴史を持つ鉄道路線だが開業から100年以上が経過した1994年岩見沢駅マイナス支分間は市街地の外側を通る新線へと切り替えられた。それに伴い岩見沢市街地を貫通していた旧線は廃止され、 長らく有給地となっていた。岩見沢市は2001年に9000跡の有給地を取得し、そして2011年、その中の国道12号と道道6号に挟まれた区域の緑地化を実施した。敷地は細長い平行斜辺形状で7条2、6条通り、及び西20丁目通りの新設予定地によって4つのブロックに分断されている。各ブロックは、 岩見沢バイパスから七条通りの間が、いこいと思い出の広場、七条通りと六条通りの間が、キッズ広場と多目的広場、六条通りと西20丁目通りの間が、桜の広場、西20丁目通りと四条通りの間が、コスモスの広場と名付けられた。かつての線路跡という歴史的経緯から、SL の車輪を模した足のベンチや、線路を切り替える。 電鉄機のレバーを模した車止めなど設置物には、鉄道を連想させる形状が多く取り入れられている。また、戦術のように敷地が細長いため複数の町底にまたがっており、道路で分断された各ブロックはそれぞれ住所が異なっている。最寄り駅は岩見沢駅だが距離がある。中央バス滅食線で十条西二十丁目、山戸線で稲穂自動関係者、または 新種の交通北新線で4条15丁目下車。いずれも徒歩数分。ありがとうございます。